名前を付ける。くしさんは昨年の4月に母親になった。娘の名はまゆちゃん。くしさんに似た優しい目鼻立ちの子である。まゆちゃんは至って手のかからない子であった。これといった病気もせず夜泣きも にしない母や姑から言われていた育児の大変さとは無縁の毎日である8か月を過ぎた頃釧路さんは夫の車で新居へ向かっていた将来のことを考え子供部屋のあるマンションへ引っ越したのだ 幼稚園や小学校にも近く、商業施設も豊富にある。夫が頑張ってくれたおかげだ。釧路さんは申し分のない住環境で、家族仲良く暮らせる幸せに感謝していた。それが起こったのは、朝から粉雪が舞う日である。 夫を見送ったくしろさんは手際よく家事をこなしていた。ベビーベッドのまゆちゃんが目を覚ます前にある程度済ませておくのが常である。だがその日は予定が狂った。まゆちゃんが大声で泣き出したのである。 泣くというより、絶叫と言った方がいいような状況だ。それは、今までに一度も聞いたことがない激しさであった。はいはい、今行きますよ。優しく声をかけながら、釧路さんは寝室に急いだ。 母親の声が聞こえたせいか、まゆちゃんの泣き声はいよいよ激しさを増していく。どうしたの、まゆ。まゆちゃんは顔を真っ赤にして、口を大きく開け、全身全霊で泣いている。抱き上げてあやしたが、 一向に泣きやもうとしない。おむつを替えるついでに体を調べたが異常は見当たらない。着ているものはゆったりとしている。授乳は拒否された。試せることはすべてやってみたが状況に変化はない。 暖かくして、外に出てみた。とはいえ、季節は真冬である。遠出はできない。泣き叫ぶ真由ちゃんを抱いて、くしさんはマンション専用の公園に向かった。早朝である。さすがに人影はない。 ふと気づくと、いつの間にかまゆちゃんは泣きやんでいた。ほっと一安心をし、自宅に戻る。すやすやと眠るまゆちゃんをベビーベッドに戻す。横にした瞬間、まゆちゃんは目を開けた。しまった。 失敗した。また始まるかも。我知らず、眉間にシワが寄ってしまう。が、まゆちゃんは目を開けたまま身動き一つしない。静かなままだ。母親の顔すら見ていない。声をかけたが、 反応がない少し焦り方に触れてみたやはり変わらないまゆちゃんの視線は天井に向かっているまゆちゃん何見てるんですかくしさんは マユちゃんの視線をたどり顔を上げた天井近くに赤ん坊が浮いていた真っ赤なベビー服を着てうつ伏せに浮かんでいる手足を激しく動かしているのだが音は一切しない見たことがない顔だ 何かに引っ張られるように頬が伸びていく赤ん坊は口を大きく開け体を震わせ始めた声は聞こえないのだが明らかに泣いているのがわかる代わりと言ってはなんだがまゆちゃんが泣き始めた さっき聞いたばかりの絶叫に近い泣き方だ。慌てて抱き上げる。見上げると天井の赤ん坊もまだ泣いている。音が聞こえない分余計に忌まわしく感じてしまう。くしさんは無我夢中で逃げた。 リビングの窓際にへたり込み、子供部屋を睨みつける。急いで逃げたから、ドアが開いたままだ。出てきたらどうしよう。ベランダに逃げるしかないけど、そこから隣に移れるだろうか。そうだ、塩、塩が効くかもしれない。 いや、それよりもお酒がいいかもまゆちゃんを抱きしめながら釧路さんは必死に考えた1分経過2分が過ぎ3分たっても何も起こらない5分後まゆちゃんが ぴたりと泣き止んだ。脱力し、眠り始めている。恐る恐る、子供部屋を覗く。何もいない。けれど、もう一度ベビーベッドに寝かせる気にはなれず、くしさんは、夕方近くまで、まゆちゃんを抱いたままだったという。 帰宅してきた夫には何も言えなかった。正直、自分でも信じられなかったのである。翌朝はいつもと同じ平和な時間が過ごせた。予定していた家事が終わるまで、まゆちゃんは穏やかに眠ってくれた。 考えるだけで身震いするほどだが、くしさんは天井の赤ん坊の特徴を思い出してみた。おそらく一歳未満。ベビー服の色から判断して女の子。その程度しかわからない。 三日目。またしても、まゆちゃんが絶叫し始めた。くしさんは、自分自身にカツを入れ、用意してあった塩と酒を持ち、まゆちゃんの部屋に向かった。部屋の外から、まゆちゃんに優しく声をかけ、思い切ってドアを開けて、 天井を見るいた前に見た時と同じくうつ伏せのまま赤ん坊が浮かんでいる今回も赤いベビー服だほんのわずかだが釧路さんに余裕があったそのため 前回は気づかなかったことが見えた。まゆちゃんは赤いベビー服のことを同期するように泣いている。泣き方も体の震わせ方もそっくりそのままだ。そこまで見て取れた。それがどういうことかわからないが、 とりあえずいつまでも見てはいられない。くしさんはそっと近づいて赤ん坊に塩をぶちまけた。まるで効き目がない。日本酒を吹きかけたがそれも同じく効果なし。塩と酒などではどうしようもなかった。 見ていると時折赤ん坊は激しくうなずいている乳児ではできない動作だあまりにも異様な動きに目が離せない逃げるのを忘れるほどであるそのうち釧路さんはふと気づいた あの子、頷いてなんかないい。てんか揺さぶられているんだほらまたその度に泣き方がひどくなっているそれにつれまゆちゃんの泣き声も激しくなっていくおかげで釧路さんはようやく自分を取り戻せた そうだ、ここから逃げなきゃ。立ち上がり、部屋から出る。今度はリビングではなく、外に向かった。そのまま、帰ることもできず、かといって、冬の子飼いに居続けることもできず、とりあえず、くしさんは、近所のスーパーに向かった。 フードコートに座り、ぼんやりと時間を過ごしていたが、腕の中のまゆちゃんのぬくもりが、正気を取り戻させてくれた。幸い、携帯電話は持っている。戸惑っている場合ではない。くしさんは、夫に連絡を取り、まゆちゃんの具合が悪いと嘘をつき、 可能な限り早く戻ってもらえるよう頼んだ自らも気合を入れマンションに向かって歩き出す敷地内に入ると今まさにマンションから出てくる人がいた隣の部屋の崎山さんだ ゴミ袋を下げている。そういえば今日は燃えるゴミの日だ。いつもの日常が何よりも嬉しく、釧路さんは泣きそうになったという。あ,あ、おはよう、まゆちゃん。どこ行ってたのかな優しく話しかけられ、 釧路さんは思い切って尋ねてみた。あの、変なこと聞いて申し訳ないんですが、このマンションってなんか変な噂ありませんか変な噂例えば真っ赤なベビー服の赤ん坊とか。 崎山さんは何も知らないようであった。釧路さんは曖昧に口を濁し、話を終えた。それじゃあ。ああ、そうだ、最近、眉がよく泣いててごめんなさい。うるさいでしょ崎山さんは、 足を止め、何のことか聞いてきた。いや、だから、眉の泣き声が、聞いたことがないと首をひねっている。今朝も泣いたのだと説明しても、カタクに知らないと言い張る。結局、 白さんが退くしかなかったどういうことかわからないがとにかく今はそれどころではない釧路さんはマンションを見上げ覚悟を決めた自宅のドアを開け中の様子をうかがう静かである マユちゃんは目を覚ましているが特に変わった様子は見られないマユ、ま、ちゃんを強く抱きしめながら子供部屋を覗くいないそーっとドアを閉めリビングに向かう朝から何も食べていないマユちゃんは 離乳食を残さず食べ尽くしおもちゃで遊び始めた穏やかな日常の光景をぼんやりと眺めながら釧路さんは夫の帰りをひたすら待った幸い夫はいつもより3時間も早く帰宅してくれた。 今にも泣き出しそうな様子で額に汗を光らせている無邪気に遊ぶまゆちゃんを見て夫はようやく笑顔になった全てを打ち明けようと決めていた釧路さんだがその笑顔に心が揺らいだ 夫はしばらく有給休暇を取ってくれたらしい。ならば一度くらいはあの赤ん坊を目撃するだろう。話はそれからだ。そしてその機会はあっさりと訪れた。夫がまゆちゃんを 寝かせつけるため子供部屋に入ったのである。あとは泣き出すのを待つだけだ。部屋に入って15分後、例の絶叫が始まった。きっと今天井に浮かんでいる。すくむ足を叱りつけ、くしさんは子供部屋に向かった。 案の定天井に赤ん坊がいる。夫はいきなり入ってきた釧路さんに驚いたようで何事かと見つめている。それだけだ。この人はなぜ泣き叫ぶ眉を放置しているのだろう。ねえ。 何してんのよ。まゆ、泣いてるじゃない。釧路さんは声を荒げた。それでも夫は、きょとんとした顔を変えない。は泣いてないよ。そっちこそ何言ってんの釧路さんは最後の言葉を放った。 天井を見てよ。赤ん坊が浮かんでるでしょう。見てよ。見ろよ。見なさいよ。しつこく繰り返す。夫はむっとした顔で天井を見た。どうだ。いるだろう。泣いてるだろうか。 何がいるってんだよ。静かにしろよ。眉が起きるだろうが。眉が起きるとは、どういうことだ泣いているではないか。今にも張り裂けそうに口を開け、体を震わせて、本当にそれが見えないのか。何度言われても、 見えないものは見えない。眉も泣いてなどいない。度胸をはらんだ態度で言うと、夫は、くしろさんを部屋から追い払い、ドアを閉めた。開けてよ。眉が泣いてるじゃない。どうするつもりよ。 すっかりあたりが暗くなってから夫は部屋から出てきた君は少し疲れているようだそう言い残し夫はまゆちゃんを抱いて出て行ったそれが最後の姿であった夫が運転する車は 玉突き事故に巻き込まれてしまったのである真由ちゃんは即死だったという釧路さんは引っ越しもせず一人で暮らしている赤いベビー服の赤ん坊は今でも出てくる。 相変わらず無音で泣いている。くしろさんはその子にまゆと名前をつけたそうだ。